皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今ですね、私は実家にいるんですけども、お父さんに、あのお父さんですよ、私が性別を変えたことで約5年絶縁してたあのお父さんに誕生日プレゼントドッキリをやっていきます。で、以前からお父さんがなんか最近スマートフォンで画面見るのもちょっと老眼できついんだよなみたいなこと言ってたんで、私がこちらの iPad mini をプレゼントしていきたいと思います。 iPhone と同じように使えるんだけども画面が大きいよみたいな。なので簡単に言うと iPhone のでかいバージョンなんですよ。 iPad っていうのは多分喜んでくれると思いますので、早速お父さんと一緒に動画を撮っていこうと思います。お父さんね、カメラ映るの嫌だって絶対言うから、最初にちょっと説得しなきゃいけないんで、一旦説得していきます。やった、なんとか宣伝化できました。したら今からお父さんにこれをお渡しに行ってきます。ではこの一部集を皆さんお見せします。全身モザイクさっきからもう全身モザイクでとか言ってんだけど、したらパパ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと反応しづらいんだけど、パパが今あの家に帰ってきたので、早速頼んだやつを渡したいと思います。じゃあちょっとパパ来て、これ渡したいから。え、今まで何が欲しいって言ってたんだっけ、パパ。何も欲しくない。ね、これでしょ。どうぞ。はい、ありがとう。誕生日プレゼントすごいね。初 iPad、 あ、行っちゃった、やべ、行っちゃった。うん、なんでもない、なんでもない。なんでしょう、これプープークッションかもしんないよ。お人形さんじゃないの。あー、そうかもしれない。さてと、さてと、なんでしょう、なんでしょう。お、なんだ。おお、はい、すごい、すごい。誰。はい、お、iPad だ。はい、そうです。今回パパの絵の誕生日プレゼントは iPad Air でございます。すごいね。やばいでしょ。ちょっと開けちゃって、開けちゃって。しかもこれね、外で使えるモデルだよ、パパ。そう、あの iPad って2種類あって、外で使える用と、あの Wi-Fi ないと使えないみたいなやつ2パターンあって、今回一番いいグレードのやつ買った。どこでもね、喫茶店とか入っても使える。別に喫茶店の Wi-Fi 使わずに。え、初めて iPad? iPad 初めて。開け方おお、どうですか。おお、薄くない。薄い。ちょっと持ってみて、こうやって。薄いでしょ。めちゃめちゃ、何ミリぐらいだろう。5ミリぐらい。やば、ペラペラなんだけど。で、これを世田谷公園に持ってって、あのフリスビーみたいに投げんの。そうだな。そう、すごいね。うん、でね、今回ね、パパにこれだけじゃないんです。これ、はい、これもヨドバシで買ってきました。はい、シールカバー。そう、今回ね、これがあの要は袋、持ち歩くときキャリングケースで、これがお風呂の蓋です。お風呂の、はい、お風呂の蓋っていう、通称お風呂の蓋みたいにペラペラペラってめくって使える。おー、ペタってなる。で、こっからペタッと、そうそうそう、ただこれ、これだけ。そう、ちゃんとなってる。あ、これ、あ、なるほどなるほど。で、これ磁石くっついて、ちょっとめくってみ。はい、ほら、で、三角に折り曲げるとスタンドのように使える。え、これかっこいいじゃん。かっこいいね。これが外に持ち運びたいなっていう時にスルスルスルって、これ外に持ち運べばいい。なるほど。落ちない、ここから。まあ気をつけて持つしかないかな。あとね、今回ね、パパにもう一個プレゼントあんの、うん、ただこれは青木がね、今まで通算2回だけちょっとお試しに使っちゃったやつなんで、まあ新品でないけど、お下がりみたいな感じで、それがこちらです。何、これは、はい、あ、キーボード。そう、キーボードカバー、あかんて。あ、そう、キーボード打ちしたいときは、仕事で使いたいようなときはこれを使えばいい。うーん、これを外して、これ外す、うん、この端子がついてっちゃう。そう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 。あ、ここにくっつくんだ。そう、パチンって。あ、なるほどなるほど。やるとキーボードでなんかパソコン打つような感じ、はいはい、これ電源もう入れてもいいの。これね、まだね、入ってない。ここで電源を最初のセットアップしないと。これ入れます。かっこいいでしょ。かっこいい。初 iPad ですよ。すごいね。で、今回ちょっとね、パパにね、もう一個ね、プレゼントがあって、うん、これじゃ外で使いたいでしょ、パパ、うんうん、で、今の状態だと外で使えないから、今これ家の中と Wi-Fi があるから。そう、プリペイドシムをあげるので、お試しでちょっと1ヶ月使って、うん、で、自分でもっと使いたいなと思ったら、あのプリペイドシム自分であのお金出してもらって買うみたいな。これ入れるのもちょっとパパに自分でちょっとやってもらおう。あ、平行にさせて、本体と。そうそうそう、これなの。うん、強く、うん、強めに。結構強めにやってるの。あ、これ開いたってこと。そう、で、開いたら金型に合わせるように。全然見えませんね。じゃ、ちょっとママ手伝って。ママ手伝って。裏側でいいの。うん、で、入れる。はい、おわ、
置いて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 、したらセットアップをやりましょう。したらこれじゃあ電源入れてください。これ近づけるとパパのスマホがこうやって連携できるの、うん、あ、そう、ホーム画面、あ、でした、あ、来た来た来た。したら続ける、はい、そう、したら今度はこれを、うん、この新しい iPad をカメラに向けてくださいだって。そう、すごいですよ、うん、これこのミジンコみたいの、あ、今入ったぞ、取る、そう、したらこっちでほら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 、絶対完了だ、すごいでしょ、うん、だからパパの、あのパスワードこの中に入れる、パスコードね、うん、あ、ちょちょ、見て、見ちゃダメだよ、データフォルダがやばいかもしれないからね、パパの大丈夫え、パパさ、iPad で何やりたい、これから YouTube を見たい、動画を見たいでもね、よくね、言うのが、うん、iPad を買うと家で iPhone 使わなくなるってみんな言う、そりゃそうだろうな、うん、ね、本当に感動するような iPad、うん、で書類とかもこれで全部できるし、 Excel とかもいろいろ使えるから、うんうんうん、うん、本当に iPad で人生変わった。おさ、本当出先でも仕事、そう、出先でも仕事できるから、お前見て立っちゃったらどうしよう、どういうこと、静電がしちゃうどうしよう、お父さんがお母さんになります。スカート履いちゃった、はい、今ではこういう風に話せるようになりました。長かったよね、チョコちゃん、長かったですよ、チョコちゃんね、来たよ、来たよ、来た、最初はパスワード、続ける、うん、続ける、さあ始めよう、さあ始めよう、カメラすごいすごい、パパが興奮してる。そしたらちょっとネット見てみない、うん、じゃあサファリこれでさ、うん、YouTube って検索して、 YouTube、 え、もしかしてキーボードこういう入力の仕方すんの、パパそうだよ、え、嘘、そうなの、パパ、うん、マジで、じゃあ青木ってもう著作権が引っかかっちゃうからね、青木かなんて入力して、見えないね、見えてる、うん、音楽再生すると音質めっちゃいいからね、いくよ、うん、これ下手くそなんだ、聞いてもな、これ見て、音でかくない、あ、でかい、すごくない、うん、こんな音質いいんですよ、これ、あ、すごいね、すごいでしょ、うんうん、そう、これがね、うん、あの興奮どこなんですよ。じゃあ戻る時もう一回シュッって感じしたから、スッと、はい、パパ目悪いから文字大きいのとかできない、あ、できるよ、いや、それかっこいいんじゃないの、ちょっとだけ大きくするのもいいと思う、うん、文字ちょっと太くするとか、うんうん、でテキストサイズ、あ、これでいいじゃん、じゃあ好きなテキストサイズやってみて、どういうことこれ、これ、うん、で、見やすいサイズに自分でスライドしてみ、どうなるの、それもどうですか、ほら、小さくした、あ、どう、これは大きすぎ、これでいいよ、これでいいよ、うん、あと地図とかもすごいめちゃめちゃでかく見える、ほら、うん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 、あとね、このスタイルが、うん、カフェスタイルみたいな感じ、自分の中で、でも、うん、普段使いたいときは自分だったらこうしちゃう、こうやってやって、うんうん、こうやって寝転がりながらソファで使ったり、縦表示、横、ちょっとこれで、うわー、手舐めないでよね、ほら、軽いでしょ、うん、これでこうやってメッセージ見たりとか、まあ、満足していただけたかな、うん、満足した、すごいね、そしたら今の SIM のやつで、うん、外でも使える、もう iPhone と一緒、 iPhone と一緒で入ってるわけだ、そう、iPhone と一緒で入ってるから、うん、別に Wi-Fi 繋がなくても外で使える、なるほどなるほど、しかもこれ100ギガのプラン入ってるから、うん、いくら動画見たって制限かからない、うん、もう見放題ね、これがなかったなくなったら、あの、別に Wi-Fi でもいいんだよね、 Wi-Fi でもいい、パパが使いたかったら、うん、うちにあのお金を、1万いくら渡してくれれば、うん、半年分の SIM を買うから、うん、代わりに、おそしたら別にショップ行かなくてもいい、また買ってきた Amazon 注文するからまた刺せば半年使える、今、うん、今みたいに、要はちょっとパパに本当に外で使うほど使いこなせるか、まずちょっと使い心地を試してもらえる、まずシール貼ってよ、シールか、え、こういうの貼ったことないの、ないないない、できない、失敗する絶対、あ、これ布じゃん、ほら、あ、ちょっと拭いて、共同作業ですよ、これが、ちょっと行きますよ、はい、どうぞ、はっはっ、お、いいじゃん、結構綺麗に貼れたよ、端っこ合ってる、パパ合ってんじゃん、まだ浮いてんじゃん、浮いてる、浮いてん、全然浮いてんじゃん、じゃあこれをこうやって引っ張ってもらえる、はい、はい、これ引っ張って、うん、はい、引っ張って、剥がして、さっと、で、これで気泡をこうやって外に逃がしていきます、これね、反射防止フィルム、反射防止だから外で見やすい、お、綺麗じゃない、ここ入ったね、でかいホコリ入ったホコリじゃないよ、ホコリじゃない、うん、気泡だよ、あ、ほんと、陰謀じゃないか、陰謀、何言ってんだあ、大丈夫だ、別に映ってない、ほら
うん、反射防止どう？これいいでしょ？あの、映り込まないじゃん、顔が。見やすいじゃん。あ、映り込まないね。閉めたら自然にシャットダウンするんだよね。そう、閉めたら、あ、そう、言い忘れてた。これ閉めたら、自然にシャットダウンする、うん、そう、蓋閉めてみ、これシャットとなんないほんと？ほら、あっちがカチャっていったこれね、センサーで、ほら、もう一回閉じてみほんとだすごいね、ほら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 いいでしょ、うん、だからもう電池切り忘れとかも問題ないし本当だすごいねあとバッテリーも iPhone より全然持つ、うん、作業したい時だからこれは基本的に会社に置いて置きっぱのがいいかもねそうだよねこれは、うん、で基本はこのスタイルこのスタイルだねうんかっこいいでしょ、うん、かっこいいけどこの時には これをわざとならパタって畳んでこうああなるほどこれとちょっとでもなんかもっこりスタイルになるんだよね本当だねこれちょっと重いから重いね1キロ近くなっちゃうからねけど仕事の時にはけどこれの方がいいそうこっちの方がこっちの方がいいいいデスクで座った時なんかこれねこそうだね、うん、ただね自分も同じ iPad 持ってるんだけど、うん、これ使わないんだよね正直使わないうんどういうことかっていうと、うん、これでもいいんだよねほらこっちの方が早いんだよね正直うん売ってみどうむしろさこういう iPad の中にそのままついてるキーボードが打ちやすくないうん結構ね、こっちで使ってる人も多い。ただなんかブラインドタッチ、うん、キーボード見ずにさ、うん、パーって打つ人はこっちの方がなんか打ちやすいみたいな。俺はブラインドタッチの方だからな。嘘。わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあ、今回どうですか？あの、最後に感想を言って終わりにしましょう。うん、どうですか？素晴らしい贈り物ありがとうございました。はい。じゃあ大切に。有効に使わさせていただきます。はい。ありがとうございます。結構だって周りの仕事仲間使ってるでしょ？使ってる。あ、じゃあよかった。あ、けど。そうだな、これは、ね、いらないかもわかんないな、今のやつは貼っといてよかった、じゃあ、うん、普通のこのやつもね、うん、お風呂の蓋もはい、今回の動画が少しでもいいと思った方はあ、じゃあ一緒にグッドボタンでぜひやってもらっていい何よグッドボタンってグッドボタン違う、今じゃないいくよ今回の動画が少しでもいいと思ってくださった方はグッドボタングッドボタンチャンネル登録、評価お願いします Twitter、Instagram、TikTok、ノートもやってますのでそちらも画面の下からフォローお願いしますまた、次の動画でお会いしましょうSure.